ジャーナリストの田原総一郎さんが、子育てや教育など山形市の先進的な取り組みについて視察しました。田原さんは山形市の井上副市長と雑誌で対談したことが縁で今回の訪問につながりました。こちら、児童遊戯施設コパルは、性別や年齢、障害の有無などにかかわらず互いを認め合い、共に生きることを意味するインクルーシブをテーマにしています。こうした担当者の説明に田原さんは真剣な眼差しで聞き入っていました。インクルーシブってぐらい知ってるけど、全く何もイメージができなかった。で、これをこう見せてもらって、あ、これなんだとイメージが出来上がりました。これはこれからいろんな機会にそのことをお話したいし、書いていきたいと思います。田原さんはこの後山形商業高校を訪問し、佐藤市長と面会したということです。